スタッドモハメド3区はモロッコカサブランカにある多目的スタジアム。ラジャカサブランカとイダドカサブランカの本拠スタジアム。モハメド3区とは同国の国王だったムハンマド5世に由来する。1983年に地中海競技大会のメイン会場、1988年のアフリカネーションズカップの決勝戦の会場として使用された。 1955年3月6日、最大収容人数3万人のスタッド・マルセル・セルダンとして開業した。翌1956年もロッコがフランスから独立したことに伴い、スタッド・ド・ヌールに改称した。1970年代以末、つ、1983年、地中海競技大会の誘致に成功。そのため、収容人数を増やすこととなり大幅な修繕工事を、 行った。結果、収容人数は8万人となり、電光掲示板が設置され、スタジアムの名称も現在のスタッドモハメド3区に解消した。2000年、モロッコが2010フィーファワールドカップに立候補を表明したため、2度目の修繕工事を行った。それは、観客席を緑色と赤色に変え、収容人数を5万2000人に減らすというものであった。今日、 周囲には1万2000人収容の体育館、オリンピックが開催できる3000人収容のプール、敷地面積650平方メートルのメディアセンター、会議室、救護センター、アンチドーピングセンターをも備えたスポーツコンプレックスとなっている。スタッドモハメド3区は市内中心部から見て西側に位置し、南に2 5トル向かうと国際空港、 東に5キロメートル向かうと火災コールボワイヤー重機がある。仙台収容できる駐車場も備えている。ありがとうございます。